はい、皆様こんにちは。モース姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今、聖地で浄化をしております。さて、いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、優しいコメント等をとても励みになっております。そして初めて見ていただく方、はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日なんですけれども、初めて撮ります。あなたのインナーチャイルド。あなたのインナーチャイルドからの言葉、メッセージというものを今日はカードリーディングしていきます。インナーチャイルドとの関係って実はとても大切で、こう、今のあなたの恋愛とか赤ちゃんのことに対して大きな意味というかですね、があったりします。例えば恋愛でこううまくいかない人、相手に依存してしまう人というのは、あなたのインナーチャイルドが今なお悲しんでいたり傷ついていたりっていう可能性があるんですね。でもそこの部分をご自分でフォーカスをして、インナーチャイルドの心の声を聞いて、そして解決の方向に行くと、あなたの恋も、そして例えば赤ちゃんのことなどもうまくいく可能性がとてもとても高いです。まず今日見ていくのは、あなたの子供時代、どういう環境だったのかというところから見ていって、そして今現在あなたのインナーチャイルドがあなたに伝えたいこと、そのメッセージをお伝えしていきたいと思います。はい、今日カードをね、引かせてもらってるんですけれども、一番左の方、一番です。真ん中の方、2番、そして一番右の方が3番となっております。こちらはこうアドバイスとか、赤ちゃんじゃないですね、インナーチャイルドがあなたに言いたいことということで、今日は見ていきたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の方見ていきたいと思います。まずあなたの幼少時代の頃、どんなことがあったのかとか、あなたのインナーチャイルドを取り巻く環境、そこからまずは見ていきたいと思います。はい、じゃあ開いていきます。はい、まず出たのがリング。ライダー、あ、ごめんなさいこれね、はい、これワンちゃんです。失礼しました。ワンちゃん、その下がねライダーです。はい、そしてこれがコウノトリ。はい、これはキリです。はい、そしてここに道というカード。本、鳥。はい、じゃあ今、あなたの幼少時代、インナーチャイルドが、
囲まれていた時どういう環境だったのかっていうのをね、今見ています。そうですね、もしかしたらあなたのこう小さい頃の環境っていうのが、まあ、引っ越しとか、なんかそういう、まあ、転勤とかですね、そういうものがこう多かったりとか、まずしたのかなとか、まあ、大きな引っ越しとかがあってあなたの環境が変わったのかなっていうふうにも考えられるし、でもこうお友達とか兄弟、姉妹との関係は、まあ、良かった、仲が良かったような気もするんですよね。そして、まあ、本がこう友達だったとかね、あと、まあ、ご両親とも会話がこうあったっていうふうには出ています。出ていますね。でここに実際にキーという鍵のカードが出ているので、例えばあなたが家の鍵を持っていた、まあ、ご両親が例えば共働きとか、例えば、ね、あのお父様かお母様、もしくはあの、ね、おじいちゃんおばあちゃんにこうなんかこう、ね、育てられてっていう形でこうあなたが、ね、こう鍵をこう持っていたっていうところで、ややあなたの中でこう寂しさが少しあったのかなって気はするんだけど、でもこうそれはね、なんかこう心の中にこう隠しておいたというか、心にそっとこう蓋をねしてるようなところが見える感じでした。ただですね、このね全体のカードを見て思うのが、こうあなたのインナーチャイルドはね、こうそんなにこう私は傷ついてないように思うんですよ。こう隠された、いわゆる隠してることがあるとは出てるんだけど、その奥が私はそこまで深いものじゃないのかなっていうふうにも思ってます。先ほどのカードちょっと出してみますね。さあこちらのカードが、はい、そっか、ですね、ああもっとねおしゃべりしたかったとか褒めてほしかったとか、そういうのは、こうあなた自身のこう叫びとして今ねこう出てるのかなって感じがするんですよね。なんかこの押し殺してたものっていうのが、こうあなたのこうインナーチャイルドのこう喜びの部分とか認めてほしい部分、それがもっともっと欲しかったみたいな、褒めるとか称賛とかそういうことをもしかしたらあなたがね望んでいるのかなっていうふうにも感じました。じゃあこちらねタロットシャッフルしてるんですけれども、これをね、はい、じゃあねこちらのカードをあなたのインナーチャイルドからのあなたへのメッセージとしてお伝えしていきたいと思います。そっか、なんかねもっとなんかこう褒めてほしかった。あー、ソートの3が出たね。カップのナイトのリバース、ワンドの9、マジシャンのリバース、ワンドの4、運命の輪のリバース、
ワンドのページのリバース、コインの9、コインのクイーンです。はい、これがですね、あなたのインナーチャイルドからのあなたへのメッセージで出ています。あのね、思ったよりもね、あなたのねインナーチャイルドがとてもとても悲しいっていう風に出ていて、心をね閉ざしているように思いました。こう、今でもあなたがちっちゃい頃寂しかったこととかね、トラウマっていうのが、今でもねこれがねあるみたいなんですね。で、まあそれがどういうことかっていうと、やっぱりここにねコミュニケーション、会話のカード、ここがねリバースで出てるんですよね。なので、まあこう先ほどのねこことともちょっとリンクするんですけれども、もっと話を聞いてほしかった、もっともっとねパパとママにかなこう言いたいことがあったみたいな感じでね、なんかとてもあなたがこう自分で我慢をしてたような部分っていうのをすごく感じるんですね。なんて言うんでしょう、子供なんだけど大人というか、家族の仲は良かったりとか、家族関係はこうそこはね愛があったのかなっていう気はします。そして、まあ、金銭的なゆとり、そこもね恵まれていたのかなって気はするんですね。で、するんだけれども、なんかいつもあなたがこう待ってたっていうことをね言ってるんですよね。なんか寂しい思いあって、確かに、まあ、ご両親、兄弟、そういうこうみんなと仲がいいっていう部分はあったんだけれども、金銭的にも恵まれてはいたんだけれども、そしてまあインナーチャイルドからすると、母親、お母様ね、あなたのお母様っていうのは本当に大切にあなたのことを愛してくれて、こうとてもね家の中もこう綺麗に片付いていたりとか、たくさんの手料理で育ててくれたのかなっていう感じがするんです。ただ少しだけこうお母様が、そうね、ちょっと今お母様のことを言ってるカードが、なんかあのお母様はとても優しくて私に尽くしてくれた、でもこうお母さんの感覚が自分の価値観、自分っていうのはねあなたの価値観と少し違う部分があって、なんかややこういろいろな、まあ、風習とかどちらかっていうと古風な感じ、そういうところの価値観をこう押し付けられて窮屈な思いがした、そういうことをインナーチャイルドはこう言ってるというかね、こう言いたかったみたいなものがあるみたいなんです。こうでも、まあ、このインナーチャイルド、まあ、あなたから見ても、ね、お母様ってとてもしっかりした方で、でお父様のこともねすごく支えていたんだろうなと思うんですよね。なんかこう家庭としてとてもね仲が良かった部分があるんだけど、このねあなたの
この寂しさがね、こうすごく、まあね、ここのカードもここのカードも出てるなっていう部分で、あなたがこう待ってたっていうところ、ここかな。うん、なんかあなたが今インナーチャイルドとあなたが話して、ここの部分を癒してあげると、あなたのこういろんなことが好転していくのかなっていう感じがします。うん、毎晩寝るときに夜、あなたが自分の名前を心の中でちゃん付けで、もしくはくん付けで呼んであげてください。そしてあなたがあなた自身のインナーチャイルドとお話をしてみてください。1日2日3日、最初はなかなか出てきてくれなかったり返事がなかったりするかもしれません。でも返事をしてくれたり、なんかね、どんなところが寂しかったとか、なんかね、どんなところをもっと褒めてほしかったっていう風な部分をなんかね、こう聞いてあげて、そしてあなたがあなたのインナーチャイルドに言ってあげる、褒めてあげる、話を聞いてあげる。そうすると、うん、なんかね、あなたのインナーチャイルドは随分と癒されていくような、そんな感じがしています。じゃあ最後にね、ユニコーンさんからのメッセージ引いていきたいと思います。はい、じゃあこれです。イマジネーション、うん、まずあなた自身はインナーチャイルドとすごくつながりやすい方だと思います。そしてその頃の自分を思い出しながら、あなたのインナーチャイルドとね、お話をしていただきたいなと、うん、そして自分自身が幼少期どうだったのかなっていうところもしっかりとこう膨らませながら見ていただきたいなっていう、そんな感じかな。うん、なんかこうとてもね、ロマンチックなお子様だったのかなっていう感じがして、うん、そこの部分もしっかりとあなたが受け止めてあげてください。はい、これがね、今回インナーチャイルドからのあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。またあなたの幼少期やインナーチャイルドとお話ができたこと、そしてできた後、よかったらね、コメント欄などにお書きください。それでは最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番の方見ていきましょう。先ほど選んだカードからね、先に見ていきたいと思います。はい、じゃあ出たカードが、うん、比べないで、うん、比べないで、うん、そして私らしくいたい。うん、まずこのメッセージ、今ここからね、来たメッセージが、こうあなたが、まあ、小さい頃、まあ他の兄弟とか友達とかにいろいろこう比べられたりすることで、なんかあなたが窮屈な思いをしていたりとか、寂しい思いをしていたりとか、うん、なんかこういい子でいなさいみたいなね、
なんかお兄ちゃんなんだからお姉ちゃんなんだからみたいな、そういうものもあったのかな。なんかこうもっとこう自分を出したかったみたいなことをね、が今こちらのメッセージからはちょっとね、伝わってきたなって感じがしています。じゃあ今ちっちゃい頃のあなた、インナーチャイルドがどういう環境にいたのか、そこからじゃあ見ていきます。はい、じゃあ開いていきますね。はい、まず出たのがネズミです。体が弱かったのか、ちょっとねご両親の仕事がね不安定だったのかっていう感じで、本、光、もしかしたらねあなた自身が勉強とかあんまり好きじゃなかったりねしたかもしれないです。はい、そしてキーです。はい、これは雲。庭、花束。はい、まずこれがね、インナーチャイルド、あなたのインナーチャイルドが置かれてた環境ってことを見てるんですけれども、なんかねこう慢性的にすごく寂しかったのかなとか、こう例えば金銭的なことも含めて少し不安定だったりとか、こうあなた自身のこう幼少期がこう私から見るとちょっとこれはねこう辛い思い出なのかなって感じがするんですよね。こうあなたをこう取り巻く環境、例えばね学校の友達とか、なんかそういうところはこうある程度こうあなたの味方というか、友達はねいたのかなって気はするんですけれども、何かこうあなたが心をなかなか開けなかったり、これが対ご両親だったり対友達だったりするかもしれないんだけれども、なんかこう壁を作っちゃうというかね、そういう寂しい部分がすごくあったのかなって気がしています。なんかこのねこう慢性的な寂しさとか、ストレスとか、もしかしたら健康面とかね、こうそういうところでもあなたが悩みを抱えていたのかな。そんなね感じがします。こうあんまりねこう勉強にもなかなか集中ができなかったりとか、そういう部分でなんかこう2番の方はねちょっとあなたのねインナーチャイルドが抱えてる問題が案外ね私はね大きいのかなっていうふうに今ね思っています。じゃあ今現在、じゃあねあなたにインナーチャイルドが言いたいことということで、じゃあね見ていきましょう。はい、じゃあ開いていきます。
コインの9のリバース、コインのクイーンのリバース、カップの10、セイジ、マジシャンのリバース、死神、聖一、ワンドの7、リバース、運命の輪、リバース、ソードのページ、聖一、コインの6、リバース。そうですね、なんかこうあなたとお母様の関係なのかな、がこうあんまりね、もしかしたらお母様との関係がこううまくいってなかったのかなとかね、そんなにこう比べないでっていうこととかもね、お母様にこう伝えたいのかなっていうふうに今ね思ったりしている。もしかこうお母様がこう遠くに行ってしまったとかね、離れたとか離婚したとか、なんかそういう部分ももしかしたらあって、なんかこうすごくね、あなたがお母様のことをこうとても望んでるというか、なんか例えばなんだけど、口では嫌いって言いながら、やっぱり心の本当に奥底ではやっぱりもうこう好きで好きでしょうがないというかね、そういう意味でなかなかこう素直になれない部分もあるのかもしれないです。そしてですね、なんかこうインナーチャイルドがこうあなたに言いたいのは、なんか幸せになってねっていう、こうあなたは幸せな家庭を持ってねとか、あなたは幸せな結婚をしてねとか、なんかねそういうことをすごくインナーチャイルドは言ってる。もう今までのこと、過去のことは全て忘れて、あなたは幸せになってほしいっていう、そのメッセージがすごく強いかな。そしてどうしてもね、ちょっとコインのカードがねこうリバースで出ているから、なんか幼少期のそういうこうなんかこうギューってこう、まあ心とかね物質面がなんて言うんでしょう、こう抑えられていたというかね、なのでもしかしたらあなたはこう例えばこうお金を使うのが好きだったりとか、なんかこう絶対にこう稼ぐとかね、こうそういう気持ち、成功するとか、そういう気持ちがもしかしたらこう強いというか、なんかこう見返してやりたいみたいなね、そういうものもこう心のね奥底にこうあるのかもしれない。あるのかもしれない。でもあなたはなんかねこういろいろなことをこう浄化して、新しいあなたに変化できるよ、変化してほしいっていうことをインナーチャイルド言ってるな。あのですね、インナーチャイルドと私はお話をすることっていうのをおすすめしています。特に夜寝るときにあなたの名前を
ちゃん付け、もしくはさあのくん付けで呼んであげてほしいんですね。で、最初は返事をしてくれなかったり、なかなかこう会話にならなかったりっていうことがあるかもしれないんだけれども、それを続けていくことによって返事をしてくれたり、会話が成り立っていったりっていう流れになることが多いんですね。で、そしてなんかちっちゃい頃、まあね、あなたからあなたのインナーチャイルドになんかね、こういろいろ比べられて寂しかったのとか、もっともっと認めてほしかったとか、例えばなんかね、そういうことを言って聞いてあげて、で、いやいやあなたはとてもできてるよとか、あなたの言葉であなたのインナーチャイルドをこうしっかりとこう癒してあげてほしいなっていうところを思います。で、そう、でもね、こう案外ね、こうインナーチャイルドがなんかこう前向きに、なんかもう辛かったことは忘れて前向きに頑張っていきたいっていう気持ちが感じるんだけれども、この忘れることっていうのも大切なんですね。大切なんだけれども、忘れる前にこのね、インナーチャイルドが寂しかったこと、辛かったことっていうことをあなたが時間をかけて癒してあげてほしいなっていうふうに思いました。なんかね、とてもこう家族とかね、まあ今の家族、新しい家族、そこにすごく幸せっていうものが出ているので、なんかそこをね、あなたのインナーチャイルドがとても望んでるのかなと。過去にいろんなことがあっても、なんかこう今はなんかいい関係でやっていきたいっていうことを思ってるのかなっていうふうにも思いました。これメッセージとして引いています。イマジネーション、はい、一番の方と同じカードが出ました。っていうかね、カードもね似てるんですよね。びっくりしました。あなた自身はとてもね、インナーチャイルドとこう関わり、つながりやすい人っていうね、イメージがあります。ちょっとあと一枚引いてみますね。サイクル、あ、やっぱりね、ここなんかこう変化とかね、こう大きな生まれ変わりっていうのが出てるんですよね。で、それで、まあ、今回のあなたへのメッセージとして今見てるんだけれども、やっぱりこう負の連鎖、こうそういうものがあって、あなたが幼少期とてもこう寂しい思いとか辛い思いをしたかもしれない。でもその負の連鎖はここで終わりましょうねっていう感じで、あなたはあなたで新しいこう幸せなスタート、幸せな家庭、幸せな家族、そういうものを持ってほしいっていうメッセージがとても強いのかなっていうふうに思いました。なんか負の連鎖はこれで終了みたいな、もうあなたから幸せになるんだよっていうことをあなたのインナーチャイルドが言ってるような、そんなイメージです。まあ、よろしければコメント欄に、まあ、実際のあなたの幼少期ですとか、インナーチャイルドと会話ができたとか、あなた自身に変化が起こったとか、よかったらコメント欄に記載いただければ私の励みとなります。きっとね、前向きに頑張っていけると思いますので、応援しております。
じゃあ3番の方、先ほどのこちらのカードからまずは開いていきたいと思います。はい、出たのがノーマットをカバーで A New Day。 もうそうですね、なんかこうあなたの幼少期というかとても個性的な、なんかねお子さんだったのかなって感じがするんですよね。まあこうよく外に出るというか遊ぶというか、もしかしたらね迷子になったこととかもあるかもしれないんですけれども、まあ、自然が好きだったり動物が好きだったり、なんかいい思い出がね、多いのかなって感じがするんです。今あなたのねインナーチャイルドが言ってるのが、じゃあ実際に、じゃああなたの幼少期がどうだったのか、じゃあまずね見ていきましょう。開いていきます。まず出たのがね古墳棺桶、おお、クロス、そしてこれはあなたのカードなのかお母様のカードなのかどっちだろうな。はい、そしてキーですね。今日キーは皆さんに出ました。1番から3番の方皆さんに、そして道が出て雲ですね、雲が出てハートが出て怒りが出てる。ですね、こうなんかこうねメッセージを見てるととてもこう明るい感じしたんですけれども、あなたがねあなたのこうインナーチャイルドの環境を見てると、なんか幼少期に例えばお母様と離れ離れになったとかね、なんかもしかすると例えばお母様がね、天国に行ってしまった人とかね、なんかいるのかなって感じがして、なんかそこをねすごくちょっとこう今こうとてもね胸が痛いです。それでなんて言うんでしょう、こう、まあ、お母様が離れたことのによるこうトラウマがなかなかこう抜けれてないというか、こうとてもこう寂しい思いがね、あるようなそんな感じなんですね。これは何かな、お母様に会いに行ったとかね、なんかこう子供のね時なりになんかいろいろこう例えばなんで会えないのかとかね、そういうことをこうしっかり考えてこう自分なりにこうゴールというか、なんかねそれをね見つけたって言ってるんです。ここのね心のトラウマむっちゃくちゃこう深いんだけど、なんかそれでもこう自分でねなんかこう頑張っていった過程がすごく見えるんですね。でこの、まあ、女性性というかお母様、やっぱりこうこのねこう心の傷っていうのがもしかしたら今のあなたのこう恋愛とかこう赤ちゃんのことにこう今なおこう影響がねもしかしたら出てるのかな。こう自分ではねこのインナーチャイルドが曰く、そしてこのちっちゃい時の環境を見てもなんていうのかな、こうここまで頑張ったとか
か、こう今は頑張って、なんかね、僕は私は今前向きだよっていう気持ちはすっごく伝わってくるんですよ。で、すっごく伝わってくるんだけれども、こうなんていうのかな、こうそんなにね無理しなくていいんだよっていう、悲しい時は悲しい、泣く時は泣くでっていう感じで、なんかね、とってもこうあなたがこう人前で悲しんじゃいけないとか、こういつも明るくいなきゃとかね、こうそこをに対してこうむちゃくちゃ頑張ってるように見えるのが、なんかね、それが私は今こう頑張りすぎていて、なんかあなたの努力がとても見えるというか、そんな感じです。じゃあこれですね、あなたのインナーチャイルドがあなたに伝えたいことで見ていきます。はい、まずこちらカップの9聖地ウィッシュカードです。このキーもね、ウィッシュカードなんですよ。だからウィッシュカードがなんか出てるなぁ、はい、そしてコインの5、そしてワンドの8のリバース、コインのナイト、カップのナイト。おー、カップのページなんかこう人物カードがバンバン出てますね。ここにも人物カードが、ワンドのページのリバース、これも人物カードすごいな。ソードのページのリバース、はい、そしてワンドのエースのリバース、すごいです。ちょっとびっくりしています。うー、やっぱりね、こうあなたのインナーチャイルドがなんていうのかな、こうすごく大人なんですよ。こうなんかね、まあこのインナーチャイルド、この子が言ってることが、なんかね、私大丈夫だよって第一声目に言ってるんです。もう私幸せ、大丈夫みたいな、なんかこう人並みにこういろいろな幸せなこととか、仕事とか恋人とか、なんかね、そういうもう宝物がね、こんなにあるから私大丈夫だよって言ってるのね。で、言っていて、で、そしてなんかすごくこうあなたという人が、あなたのね、インナーチャイルドがすごくこう人に感謝をする人、なのかな。こうあなたの友達とか家族とか恋人とか、あなたの子供とかね、なんかこうそういう周りの人にいつも愛を届けれるとか、感謝できるっていう部分、やっぱね、こうそこはね、すごくこうあなたの明るさとなんかすごくこうリンクしてるような、そんな感じがするんですね。でもこう深いところを見てみると、こうやっぱり寂しさだったり、なんていうのかな、こうあなたの、まあ、あなたのね、インナーチャイルドの心の中のエネルギーがこうなかなかこう燃えていかないというか、こうモチベーションを保つのが難しいっていうことを言ってるんですね。なんか本当のところ、本当の心の中っていうと、ね、なんか自分ではあなたは、私は幸せですって言ってるんです。でも一番奥のところでは、こう心がね、閉ざしちゃっていて、なんかね、こう見えないところに蓋をしちゃってるような、そんな感じがするんですね。なので、こう私がね、あなたのインナーチャイルドに伝えたいのは、本当によくここまで頑張ってきたよねっていうことは、まずね、もうすごくすごく頑張り屋さんのあなたのインナーチャイルドに伝えたいです、とてもとても。で、ただ
こうそんなに頑張らなくていいんだよとか、こうなんかいつもいつも元気でいなきゃとか、なんかこうそういうものは大丈夫だよ、必要ないよって、むしろ辛い時は辛いって言っていいし、泣いていいんだよっていうことを、なんかね、とても言いたいなって感じです。これはね、今日皆様にお伝えしてるんですけれども、夜寝る時にあなた自身の名前をちゃん付けかくん付けで夜寝る時に呼んであげてください。そしてあなたとインナーチャイルドでお話をしてほしいんですね。最初はなかなか返事をしてくれなかったり、会話をしてくれなかったりするかもしれないんですけれども、毎日、続けていくと会話をしてくれるようになります。特にね、この3番のインナーチャイルド、この子はね、すぐね、返事してくれると思います。すっごく素直だから。ただ本当の本当の悩みの部分っていうのはなかなか言ってくれないというか、いやもう私大丈夫だよみたいなことをこう言いそうな気がする。なのでなんか分かったって、大丈夫なんだねって、そして言いながらも、もしね、あなたが心の中に少しでもわだかまりがあるんなら、いつでも話してねみたいなことで話をしてもらって、そしてそこに対してあなたがこう慰めるというか、傷を癒す、そういうことをしていくと、本当の意味であなたのインナーチャイルドが癒されていく。こう無理にね、私大丈夫とか頑張るとかじゃなくって、本当にこうここの部分も全部ね、こう正位置になっていくのかなっていう、そういう感じがしています。こう頑張り屋さんのあなたなので、だからこそかな、ここの部分をこうしっかりと癒してあげることによって、本当の意味ですごくこう明るい未来とか恋愛とか、あなたの願いがどんどん変わっていくのかなって感じがします。もしよろしければ、このコメント欄に、例えばあなたの幼少期のことですとか、インナーチャイルドとお話ができたとか、あなたが変わることができたとか、よかったらコメント欄に書いてみてください。私の励みとなります。はい、これが、ちょっと待ってください。そしてね、そう、ユニコーンさんからのね、メッセージを、ね、引いていきたいと思います。はい、バランスですね。やっぱりこうあなたとかね、あなたのインナーチャイルドっていうのが本当に頑張り屋さんで、そこはね、とってもとっても素晴らしい、とってもとっても素晴らしいし、本当にね、あなた自身がこう明るいオーラを持ってらっしゃる方なんだろうなって思います。でも頑張りすぎなくていいんだよって、このね、明るさと、例えば悩んでること、これ誰でもあるはずなので、この明るい部分ばかりにフォーカスするのではなく、あなたの悩んでることね、落ち込んでるところっていうのもしっかりと見てあげて、そうするとそれがバランスにつながっていくよと。やっぱりね、頑張りすぎなくていいんだよっていう、そういうメッセージが降りてきました。はい、これが3番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。